このクソ野郎が。ご存知なんですか、僕のこと。お迎えに上がりました。完全に忘れておられます、総理であることも。あなたは総理なんだから。黒田内閣総理大臣。記憶喪失、外に漏れたら政界は大混乱だ。全員敵だとお考えください。あなたが国民から嫌われる理由、それは